ダッシュで行こうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ。やり投げのやり爪楊枝にしてみた。復帰から間3日空いてます。前回210本やって、その次の日9000の点火層を入れました。点火面で大体アベレージは3分40ぐらいでできたので、もさもさした動きは取れつつあるんじゃないかなというところで、今回は 300×5本プラス 6000m の店舗層を入れていきたいと思います。ペースが43秒切り、おリカバリーが5分、8月27日の試合に向けて大体多分2分切りくらいのレースになるんじゃないかというところでの設定タイム。もさもさした動きがまあ取れつつあるので、ここでピリッとスピード入れて状態に磨きをかける。そうですね、はい、以前32秒でやってた頃から考えると、はい、早くももう45秒切ってるから、もう15秒切って14秒ペースぐらいってことですもんね、うん、この前の32秒200、今日は200が大体28から29ぐらいで通過するんですけど、スピード感覚も多分違うと思うんですけど、うんうん、5本なんで、うん、一本一本丁寧に、そうですね、走って6000のテンポ走で、うん、しっかり有酸素も取り入れて、うん、スピードマックスの向上も狙っていくと。素晴らしい、そういった練習になっております。じゃあ、行きます。はい、よしか、はい、これやっぱ光ボケしてると思う。ちょっと見て、あ、だいぶあの焼肉焼いてる焼肉焼いてるよね。ダッシュで行こうぜ。コスモレーサー短くしたらしい。えらい暑いな。でも太陽出てないだけでだいぶ違うね、うん、怖いんだよな、晴れないスピードっていうのは。1、2本だったら想像つくんだけど、乳酸漬けになってからの動きっていうのが慣れてないというか。800ですから。そうですね、はい、乳酸地獄に耐えないと。ちなみにこれなんでビジネスガードの金面つけてるかというと、これしか売ってなかったってことですよね。あ、そうです。銀がなくて銀が売ってなくてね、金しか売ってなかったので、はい、ビジネスガードも買いましたちゃんとあの時鳴らしたからね。生きた？え、鳴らしたことが生きた？生きた、うん、小磯さんに感謝だね。そうです、ありがとう小磯さん分かんない人のためにもう一回言うと、金のピンはこれつけないと、うん、スパイクのプレート突き破っちゃうからね。長さが違うと、うん、相変わらずギュッギュッギュッギュやるな、お前本当に。怖いな。痛くないの？あ、大丈夫。ああ、痛いんだよね、見ててそれ本当に。やめてくんない？で、タイム読んでくるの？もちろん。ありがとうございます。さあ、ということで今日はスパイクを履いてね、しっかり頑張っていきたいと思います。スパイク履いてガッツリ練習するの初めてだね。はい。お、ちゃんと止まっていくんだ、偉いね。ちゃんと止まっていくんよ。はいはい、いいよいいよいいよ。警戒。さあ、腹筋にお腹、腹筋にお腹って日本語おかしい。力入れてね。いやー、ちょっとここ垂れすぎじゃないか。ここは抜きすぎだと思うぞ。大丈夫か？大丈夫か？かなり上げていくパターンで最後30 7 8 9 40 41 42 43 44 45 秒3。どうですか？いやー、43秒はやばいね200抜きすぎだな。本当？うん、最初入りいいから、うん、じゃあ5分しっかり休んで。これやばいね5秒でいく？43から45でいく。 OK。 さあ、残り10秒前になりそうです。10秒前、時間2本目。さあ行こう。そう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 、もっと窮屈に足で、もっと窮屈に、もっと窮屈。窮屈に足で、通過が14秒。いいぞ、入りはいいからね、入りはいい。ここだるすぎない。そうそうそう、しっかり耐えて耐えて、いいじゃん。コーナーの動きはいいよ、コーナーの動き。 OK。 27、28、完璧完璧完璧。はい、耐えて、しっかり耐えて、キープキープキープだよ、上げるんじゃなくてキープ。40 41 42 43、2秒キープ。いいぞ。いいよいいよいいよ。やばすぎ。
ベスト上げる、もうちょっと。はい、いやなんかこなした方がいいと思ってて、とりあえずこれでいける43から45で来てればイメージ崩れることないなと思ってて、うん、ちょっと最初体が仰向けにこう、うん、こうなるから、はい、もうちょっと腹筋をキュッて締めて丸め込む感じ。はい、はい、あのコーナーとかめっちゃいい。あ、ほんと。うん、タイムももちろん大事だけど、ちょっとそういうあの動きの中で良さを見出していってください。オッケー。はい、頑張れ。で、ポカリ買ってきて。え、あいつ、俺にポカリ買った。やばい、時間ない、早く買わないと。用音しかないや。仕方ない。はい、用音しかなかったよ。売り切れてた、そっち。サンキュー。マジ熱い。あと1分前だけど。うん、ダッシュで行こうぜ。時間、なんとか間に合いました。あいつマジで。俺も今度やらせてやる。ちょっと助走つけようになったね。まあ多分静止から来て、あ、いいじゃんいいじゃん。そう、その感じその感じ。12、13、14、あべき、いい入り。さあここね、ちょっと垂れる、動きはいいんだよね。ちょっと垂れちゃうんだよね。垂れないようにいって、垂れないようにいって、さあ垂れないようにいって、27、28、29、ちょい遅かな。まあ45でしっかり帰ってこい。45をしっかり切って、さあ顔ちょっときそうだけど頑張ろう。40、41、42、43、44、45、45秒0。社会人史上初だと思いますね、こんだけやってんのは。45秒前後で 300m をこの5分レッスンでやってるのは多分初めてです。2本ぐらいはいけるかなっていうのをずっと言ってたんで、まあ、この未知の3本目というところで、どう今話しかけちゃいけない状態らしいですね。タイム戻す。じゃあ、お父さん、いける。とりあえず、うん、まあ、なんか動きやばいぞって感じじゃないよ、まだ。結構やばいと思う。じゃあ、肌から見て。お前自身どうか知らんけど。あ、そう、うん、今日のこの感じは、やって正解。時間、そこ、そこだ、そこだ、走れ。そこです。ピンがあるとね、やっぱりね、しっかりちゃいます、それはもう人間。はい、まあ、その中では動きがいい方なので、まあ、元々ね、シューズの方だとさらにいい動きするんですけど、やっぱ慣れってあるんで、良くも悪くも。6、7、8、9、40、41、42、43、44、45、5秒に。前半の動き良くなってきたよ。それどころではありません。それどころではないです。いいね、ミドルディスタンスって感じです。いいよね、みんなね、これね、この姿いいよね。俺はいいと思うんだけど。俺好きよ。何？え？日替わり増やしてタイム守るってこと？何分プラスする？5分？残り6分ね。はい。3分前。見るからこの付け腐れた顔。くそ悔しいみたいな。いいね。時間。さあジョギングしてから。うん、なんか今までで一番大きいんじゃないかこれ。ちょっと状態ぶれてるけど、下半身の動き一番いいな今までで。さあ頑張れ、ここここここ。だれないだれない。そう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 。耐えて耐えて。上げろ上げろ上げろ。よしよし、そう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 。ラスト。いけ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 。40、41、42。
44 45 5秒1。よし、 OK、 ダッシュで行こうぜ。よくやりました。えらいえらい。まあ、当初のリカバリーではいけなかったですけど、ちゃんとスパイクを履いて305本45秒、以来、まあ以来ちょい越しですけど、まあほぼ45秒0なんでね、いいと思います。長距離はこういうダメージの練習がなんかあんまりないからね。割れた。もうこれ絶対出ます。もう俺絶対出ますから、もう名物ですから、もうこれ。もうアイアンマンって前言い過ぎてね、俺アイアンマン見ちゃったもん。ヘッドラですね。待って、俺これ6000いけないって。行くんだよ。はい。で、今日の練習を一言で。鬼。本日はですね、はい、条件次第では10秒出していこう、はい、イエーイ。3